源の河川は、沖縄東北部の名護市原河地区内を流れる二級河川である。原川草川、は、原火大山とも呼ばれる。名護市北部にある一岳の北東に広がる、大湿帯付近に発し、蛇行しながらおむね北西から北へ流れ、中流にある、原河雪の火付近で北東に向きを変えて下流部で、桃原川、福地川を合流資源が集落を抜けて、東、シナ海に注ぐ。 名護市内最大の河川である。青原吉登り、長野堀、あや吉登り、台湾金魚、田ウナギ、琉球アイユなどが生息する。下流部は、寄水域となってオリボラ、ハゼ、フナなどが見られる。川口から 1.5km の桃原川、交流天直上付近に取水石があり、沖縄県企業局が1日あたり1440立方メートルの浄水道用水を取り入れている。 この他に農業用水や工業用水も取水されている。取水堰から上流5キロメートルに砂防ダムがある。琉球あゆなどの素状を促すため、1993年、取水堰と砂防ダムに魚道が追加されている。古くから清流として知られ、原価説に玄川草川や塩か湯か水か、原火三やらべたがおすでどころと歌われる。川口部はかつて、 銀環なとと呼ばれる港湾として使われていた。琉球アユはかつて普通に見られ、1930年に養殖する計画が進められたが、第二次世界大戦のため中断された。沖縄戦後の乱獲や、流域の開発による赤土流入、畜産施設の排水流入などのため、源河川をはじめとする沖縄島のアユは1980年前後に絶滅した。 1985年頃から河川を再生させる市民運動が始まり、翌1986年3月28日、源の河川にアユを呼び戻す会が設立された。1991年、下半に琉球アユ首病センターが作られ、翌1992年7月8日日魚が放流された。その後の調査において、琉球アユの素状が観察され、 定着しつつあることが確認された。国土地理院25000分の一地形図、中尾市ハット AB、名護市の淡水魚類、PP13 から 16AB、名護市市、本編 7PP34 から35ハット AB、沖縄県主要水系調査所、P16、原価節の比比分、名護市の淡水魚類、PP103 から112、名護市,市、 本編 7pp441 から444沖縄総合事務局北部ラム事務所琉球イユの生息環境及び追跡調査結果沖縄における琉球イユの現状 p71994 年ありがとうございます